名古日記。走らない女の子。大の大人も学生も一斉に走っていく。焦りと意地が混じったその足音をまるで別世界のように思う。西条のゴミのネムネムタイム。はい、西条のゴミです。この番組はデジタル声優アイドルグループ7分の22の無口な関西人西条のゴミがお休み前のネムネムタイムにちょっとだけおしゃべりする番組です。はい、今回の名古日記なんですけど、電車が来てる、ホームに行く階段に自分はいる。皆さん走りますか？あと横断歩道で青が点滅してる時とか走るタイプの人ですか？皆さん、この間多分そのホームに行こうとしてたらもう電車が来てて、多分次の電車が結構なんだろう、東京では珍しく10分後ぐらいにしか来なくて、でもう多分普段その電車を使ってる人はもう分かってるのか、もう乗り換えで降りた瞬間からもう走ってて、何言ったのったんですけど、最初あ、そっか電車が来てるからかと思って、で見たら発車時間30秒前とかなんですよ。でいや走ったら間に合うのかもしれないけど、そういう時に走るのが苦手なんですよ。なんて言うんだろう、この乗りたい意地みたいな。もちろん乗らなきゃいけない時もあるんですけど、で例えばメンバーとかと一緒にいてあの電車に乗るってなって、メンバーが先に乗っちゃって自分乗れなかったってなると気まずすぎるじゃないですか。だから頑張って走るけど、そういう時は一人の時は基本点滅したら渡らないし、もう電車がホームに来てたら諦めるんですけど、基本的には普通に歩いてまだドアが開いてたら乗りますけど、でもそれも若干躊躇するぐらいなんですけど、あまりにも一斉に走ってて、走ってない私がすごいイレギュラーみたいになってたんですけど、パッて見たら部活帰りの中学生ぐらいの女の子もなんかスンって歩いてて、なんかいや、わかんない、その子がどういう事情だったのかわかんないですけど、なんか次の電車じゃないと、次の電車で待ち合わせしてたのかもしれないし、わかんないけど、なんか同じシンパシーを感じて、別に何もしないけどちょっと一歩近寄って歩きました。ちょっと一歩近寄って歩きました。一緒だなって思いながら、なんか大人みんな走ってるねって思いながら、皆さんそういう時走るのかな。でもまあ間に合うに越したことはないんですけどね、なんかそこまで急がなくねって思ってました。